はい、えー。今回は、えー、ブログ記事の論理的な文章構成、えー、作り方についてご紹介していきます。えーまあ、ネット上でいろいろブログ記事を見てみると、えー、この記事はすごい読みやすいけども、えー、自分の書いた記事というのはなんか読みにくいなというふうに感じた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。えーまあ、ブログは、えーまあ、書き方の基本構成というのを、えー、知っておくことで、まあ、同じ文章でもぐっとわかりやすくなります。で こちらがブログ記事の基本的な文章構成です。ブログの基本的な構成としては、タイトルがあり、リード文があり、各論、本文があり、まとめに入ると。で、必要に応じて、リード文の下に目次を入れたり、まとめの最後に関連記事やメルマガ、問い合わせなどの誘導を入れるといったような形になります。 えー、まあ、タイトルのでテーマを伝えた後で、えー、冒頭のリード文で、えー、訪問者に何を伝えたいか、えー、まあ、自分事だと思ってもらい、次の本文に読み進めてもらうと。で、えー、まあ、各論でそのテーマに沿った、えー、訪問者に伝えたいことを具体的に細かく説明をして、えー、最後にまとめを入れると。いったような形になります。 で、ライティングをする上で、えー、知っておきたいのが、えーまあ、ロジカルライティングとエモーショナルライティングという二つについて少し紹介しておこうかなと思います。えー、ロジカルライティングというのは、えーまあ、ビジネスでよく使われる、えー、書き方で、えー、最初に結論を伝えてから詳細の説明をして、まあ、最後にまとめるという、えー、総論、各論、まとめの順番で、えー、伝えていくやり方になります。 でエモーショナルライティングというのは感情に訴えかけ行動してもらうと最初にユーザーの悩み疑問等を問いかけ、まあ、徐々に話を展開していって最後に結論を伝える、まあ、起承点結といった形ですねで、えー、ロジカルライティングというのは、えーまあ、情報を正確に早く知ってもらいたい時によく使われる手法で、えー、エモーショナルライティングと というのは、まあ何かものを感情に訴えて販売、購入してもらいたい、セールスレター等でよく使われたりします。で、今回はロジカルライティングに習ってブログを書く方法をご紹介していきます。で、まあ今回はですね、例文として実際に私がブログで書いた、過去書いた、 えーまあ、この購買心理のブログ記事をもとに、えーまあ、タイトルやリード文、各論について説明をしていきます。で、あの人によってはタイトルは後で決めた方がいいですとか、えー、リード文は最後本文を書き上げてから、えー、決めるですとか、こういった方がいいよとかあったりするんですけども、今回はあくまでこちらの、えー、文章構成を説明ということで、えー、上から順番に説明をしていきます。 で、まず最初に記事のタイトルです。本文を書き始める前に、まず最初にざっくり記事タイトルを決めておくと、後々ブレがなくなるかなと思います。先ほどのこちらの購買心理というブログ記事でしたら、タイトルが商売人必見の購買心理学、購買心理を7段階に分けたマインドフローというタイトルを命名しました。 で、えー、このタイトルはですね、えー、検索エンジンで調べた時も、えー、このタイトルが、えー、表示されるので、えー、非常に重要です。で、まあ、実際この購買心理というキーワードで調べていただくと、2021年6月時点検索エンジンで一番強調スニペットとして、えーまあ、表示されてますので、あのー、検索エンジンには実際評価されている記事だというふうに言えるかなと思います。 で、えー、まあタイトルの決め方のコツなんですけど、えー、ページの主題となるキーワード、えー、今回で言うと、購買心理っていうキーワードですね、を含めておくこと。えー、まあなるべく重要なキーワードは、えー、タイトルの左側に入れる。文字数は32からまあ33字程度に収めておくといいかなと思います。 で、えー、まあキーワードを左側に入れる理由なんですけど、タイトルの後半に、えー、まあ重要なキーワードを入れると、どうしてもちょっとこのような形で、えー、省略されてしまう恐れがあったり、まあ人は左から右に、えー、視線が映るので、えー、左側にあった方が、そのキーワードがパッと目に入り、えー、自分ごとだと思ってもらえる可能性が高いので、えー、まあ私は結構、えー、重要なキーワードは左側に入れるようにしてます。 で、タイトルが決まったら、次にリード文を作成していきます。リード文では読者に今回紹介する記事が自分の読みたい記事だと思ってもらえるように、読者読み手の悩みや欲求を指摘して、この記事を読めば解決できますよということを伝えます。記事の要約して概要や結論というのを簡単に記載して、このまま本文に読み進めてもらうといった役割を持っています。 えー、例えば、こちらの例で言うと、えーまあ、ここが、えー、リード文に相当するんですけども、えー、読んでみますと、良い商品のはずなのに購入までうまくつながらなくて困っている事業者は多いです。えー、消費者の購買心理を理解しておけば、うまく自社商品の購買につなげていくことができます。えー、本記事では、消費者の購買心理を認知、興味、行動、比較、購買、美容、愛情という、えー、7つの段階に分けて分析、対策を図っていく、 マーケティング手法の一つであるマインドフローについて説明しますと。いったような形で、まあ、作ってますよと。で、まあ、前半部分で読者の悩みを指摘して、で、この後半部分で今回紹介する記事のようやく概要を説明しているといったような形になります。ですので、リード文は次、本文に読み進めてもらうための仕掛け作りで、 読者の興味を喚起する悩みや欲求を指摘し、記事の概要や結論を述べてあげるといいかなと思います。で、次にリード文が終わったら必要に応じて目次を導入して読み手にどこに何があるかというのを示してあげるとより親切かなと思います。目次というのはですね、 こちらで言う、まあ、こういった部分ですね、えー。見出しを元に目次を生成していて、この目次をクリックすると、その場所に移動すると。いったような形になってます。で、えー、こちらはですね、実際に、えー、目次がクリックされている後というのをヒートマップというツールを使って可視化したものなんですけども、えー、まあ、クリックされている後が赤くなってるんですけど、えー、目次を元にたくさん読者が、えー、クリックをして活用していることがわかります。 で、えー、まあ、こんな感じで、目次というのは結構利用者によく使われたりしますので、えー、特に、えー、見出しがいくつも、えー、3つ、4つ、5つと、えー、多くなってくる場合は、えー、ぜひ目次を導入してあげるといいかなと思います。あとですね、えー、目次は執筆者にとってもすごく役に立つツールで、執筆者自身が目次を見て、ちゃんと見出しの構成が整理できているか、読みやすい順になっているかというのを確認するのに非常に役立ちます。 えー、もし見出しの順番がぐちゃぐちゃ整理できていないといった場合は、目次もぐちゃぐちゃになりますし、執筆者にとっても、えー、まあ、目次というのは便利だったりしますね。で、ワ、えードプレスをご利用の場合は、えー、まあ、例えばこういったテーブルオブコンテンツプラスという目次プラグインを利用すると、えー、比較的簡単に目次を作ることができます。 で、まあ、この目次プラグインの使い方については、えー、別の動画等で解説していますので、えー、ご興味ある方はまた参考にしてみていただけるといいかなと思います。で、えー、次にですね、リード文、目次の後に、えー、ま、実際の本文ですね、各論の見出しを作っていきます。えー、例えば、購買心理のえ記事でしたら、えー、リード文があって、目次があって、 で、えー、このような形で、見出しがあって、本文があって、えー、また見出しがあって、本文があって、というような形になっていると思うんですけど、えー、ここに相当する部分ですね。で、まあ、今回でしたら、えー、購買心理を7段階に分けたマインドフローの解説記事ですので、えーまあ、この最初に購買心理の7段階に分けたマインドフローとはという、えーまあ、簡単な、えー、解説をした後、それぞれのステップについて、えー、詳しく解説、えー、見出しを作っていくと。 いうような形になります。で、えー、まあ、各論の見出しはですね、えー、通常、えー、H2 やから H6 までの、えー、見出しタグを使って、えー、作ってあげるのが一般的です。まあ、あの、一般的にはですね、えー、このタイトルが、えー、H1 に相当して、えー、まあ、本文中は一般的にはこの H2 を、から使っていくのが多いパターンじゃないかなと思います。 h1、えー、が、えー、本のタイトルに相当し、h2 が本の第1章、第2章といったのに相当し、h3 が第1の1章、第1の2章といったような形で、えーまあ、本と同じような形で、まあ、h タグを使って章を作っていくというような形になります。で、えー、まあ、いい見出しの付け方と悪い見出しの付け方について解説をすると、見出しを読んだだけで、えー、意味、その書いてあるトピックがわかると。 言った見出しの付け方が、えー、いい見出しの付け方です。えー、例えばこちら、上は良くない例なんですけども、まあ、1段階目だけ、2段階目だけですと、えー、情報量が少なくて、えー、これだと何を言っているのか、えー、この見出しだけ読んでも意味がよくわからないと、いったような形になります。えー、一方ですね、こちらの下の方を見ますと、えー、見出しが、えー、購買心理の1段階目、見込み客に認知してもらう、えー、購買心理の2段階目、 興味を持ってもらうと。言ったような形で、えー、見出しを読んだだけで、えー、その下にある本文が何を説明するのか大体わかると。言ったような形で、えーまあ、見出しを読んだだけでわかるのが、えー、いい例ですね。で、まあ、見出しにも、えー、できればキーワードを入れてあげたり、結論を入れて、えーまあ、見出しを見ただけでその書いてある本文をようやくトピックがわかると。言ったような形で作ってあげるといいかなと思います。 えー、見出しが骨組みに相当するんですけども、それができたら見出しに対する、えー、本文を作っていきます。で、えー、まあ本文の作り方なんですけど、最初に結論を言って、えー、次に具体的な詳細根拠を述べて、えー、最後に必要に応じて結論、まとめを説明するといったような形でするのがおすすめです。 えまあこちらの、えー、購買心理の1段階目、見込み客に認知してもらうという見出しの後、えー、こちらが本文になるんですけど、えー、読んでみますと、えー、購買心理の1段階目は認知です。えー、見込み客にあなたの商品、サービスを認知してもらいましょう。ここが導入文に相当し、えー、ここから下ですね、初期の段階ではとはあなたの商品、サービスを知らない状態から始まりますと。 言った、この具体例が詳細になってきます。で、まあ必要に応じて、まとめ結論や次につなげる役割を入れてあげるといったような形です。で、まあ本文の最初、導入文は基本的に見出しを繰り返してあげると分かりやすいのでおすすめです。例えば、購買心理の1段階目、見込み客に認知してもらうという見出しの直後の本文は えー、購買心理の一段階目は認知です。見込み客にあなたの商品、サービスを認知してもらいましょうと。いった形で、えー、まあ、繰り返してあげると分かりやすいので、えー、結構私は使ったりしてます。で、えー、まあか、各論が一通り書き終わりましたら、えー、最後にまとめです。まとめはこれまでの、えー、説明の締めくくりとして、えー、まあ、結論や各論の説明を総括していきます。 例えば、この例、えー、購買心理の例ですと、えー、まとめの部分が、えー、まとめです。今回は消費者の購買心理を認知、興味、行動、比較、購買、利用、愛情という、えー、7段階に分けて分析、対策を図っていこうというマーケティングツール、えー、マインドフローについて説明しました。えー、この7つの点々点々点点と言ったような形で、えーまあ、あの今まで話した内容をまとめてあげるといった形にしてあげるといいかなと思います。 で、特に記事の内容が長いと、えー、本文が長いと、えー、読者はだん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 最初に言ったことをあやふやになっていったりするのもよくあったりします。ですので、えー、まとめでこれまで書いた内容を総括してあげることによって、えー、読み手はこれまでの情報を整理して、えー、理解不足の点も再度読み返すことで理解が深まります。 ですので、まあ、論を書き終えたら最後にまとめとして結論や各論の説明を総括してあげるといいかなと思います。で、あとは必要に応じて最後に、えー、関連記事やメールマガ登録、問い合わせなどへの誘導を行ってあげるといいかなと思います。えー、特に商品やサービスを持っている自社メディアの場合は、えー、自社商品やサービスなどを、えーまあ、促してあげると効果的です。 逆に言うとそれがなかったらですね、せっかく内容に興味を持ってもらっても、そのままページを閉じて帰ってしまったりしまいますので、書き手側が読者にとってほしい行動というのを促してあげるといいのではないかなと思います。 えー、例えば、えーまあ、簡単な例なんですけども、えー商売えー、消費者の購買心理のまとめの最後の下に、えーまあ、なお当メールマガでは顧客の購買心理をさらに細かくした説明資料と、えー、実際の改善事例具、具体的な始め方についてご紹介しています、えー。登録解除はいつでもできますので、ご興味ある方はぜひメールマガに登録してみてくださいね。で、メールマガフォームがあると。 実際ちょっとここでは、こういった文言はブログ記事ではないんですけど、まあ、このような形で書いてあげて、まあ、メールマガ登録をしてもらうといったような形ができれば、まあ、書き手側の目的は達成できるようになるのではないかなと思います。はい、まとめです。今回はブログ記事の論理的な文章構成、ブログの書き方についてご紹介しました。 えー、ブログ記事の基本的な文章構成としては、えー、最初にタイトルがあって、その後自分ごとだと思ってもらえる、えー、記事の要約をする、えー、リード文で、えー、目次、えー、テーマを支える各論と詳細、えー、その後これまでの説明を繰り返した、総括する、えー、まとめで、えー、必要に応じて関連記事、メルマガ、問い合わせなどへの誘導をしてあげるといったような形。 が、えー、まあ、文章構成の、えー、セオリーだったりします。で、必ずしもこのブログの書き方の通り、えー、書かないといけないというわけではなく、あくまで手法の一つですので、えー、そこは、えー、必要に応じて使う、使わない主者選択いただければなと思うんですけども、えー、現状、書き方について、えー、特に何もわからず、えー、日記のように書いていて、なんかうまく書けないといった方は、ぜひこういったやり方を取り入れていただけるといいのではないかなと思います。 で、このチャンネルではですね、ワードプレスやブログ、ホームページなどについてお役立ちになる情報を随時配信しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録をしていただけますと幸いです。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。